私今ねイライラしてるんですよ。だから今もう足元しか、あ、救急車。なぜ君はイライラしているの？あなたのせいです。どうしてイライラしているの？ルー君、ルー君、どうしてんの？開けて。え？開けて。汚い、なんかやだ。顔やばい。どうしたの、おーちゃん。いいから早く開けなよ。ねえ、うん、どいて、隠さないで。何よ。隠さないで、どうせもしないで。分かってるんだろ。いや、こっちのセリフなんだけど。え？いや、分かってるよ。そう、分かってんの、だから怒ってる。ちょっとどいてもらっていいですか？今自分の口の匂い嗅ごうとしてるんだから、ちょっと邪魔しないで。なんかねえ、ん、これは何？ええ、何このでかい絵？絵じゃん。東京モード学園ですか？東京モード学園じゃないよ、名古屋モード学園だよ。俺たちが見てきた CM は。そうなの？そうだよ。ええ、名古屋にもモード学園があるんだよ。へえ、しかもこんなような CM だよ。でかすぎない？うん、でかすぎない？絵だよ。みんなわかるかな、このグリーンバックって結構でかいんだけど、それとあんま変わらない大きさしてんだね、うん、ってことは多分1メーター以上の横幅かける、まあ長さも1メーターぐらい、そんなないか、60センチぐらいか、これ、うん、横1メートル、まあ、高さ60センチぐらいの絵が届いたわけ、今日。伊勢丹でーすとか言って。イエーイ、カッチッチー。嬉しいの？ん？嬉しいの？嬉しい。割と待ってた。うん。高まってんの今。高まってる。今、はい。はいでーす。これならいいけどさ、結構重いよね。いや、届いた時あんま、なんかそのさ、あ、なんかこんなん買ったっけみたいな感じだったから、なおさらうざかったんだよね。なんか待ち望んでました感なかったよね。いや、あるでしょ。あったの？うん。じゃあいい。このピンク色と黄色のね、これもあーちゃんとよくんじゃん。ほら、あーちゃん、いい？まず、ここのピンクと黄色の部分は、うん、ふーくんとあーちゃんってことでしょ。うん、ピンクと黄色だから。でもこの人は絶対にふーくんとあーちゃんと思って買って書いてないからね。え、てか待って、これってさ、これ人間絵なの？ん？これ全部絵で、全部書いてんの、これ？うん、じゃない？これ版画ですね、版画で、うーちん、うーくんとあーちゃんのリスペクトした仮面をかぶっているんだよね。なるほど。怪盗なのかな。うん、うん、うん。でもここの女の人の真の姿はカラス。うん、カラスなの。カラスなの、わかるわかる、うん、カラスなんだけど、うん、カラスが飛び立った先には、うん、なんかあのアラブの国が広がって、でカレーが美味しいなって言ってる。アラビアナーですか？あ、でもここ紋章とかも一個一個見ていって、ほら。はい、昨日ね、あのアラジンを見てしまって、ものすごくアラジン熱が冷めやらぬところを申し訳ない。いや、もうすごいです。うん。っていうね。なるほどね。そして名古屋モード学園に行こうとしている。ああ、なるほど、美容師目指してるんだろうね、この人は。かもね。うん、そういうことを考えたり、
してみるのもいいんじゃないでしょうかと。でもあの梱包が厳重すぎてうんとはなったけどね。さっきそうなんだ、うん、包んであの包みがもう運ばれてきた時何重だよって50ぐらいになってたからもう、あそううんってなったけどね。うん、はい、ということで英談義でした。はい、ちなみにこれはあの20万円ぐらいしました。まあでも壁方の絵も5万したからね。うん、これからも結構絵を増やしていくつもりなんでよろしくお願いします。だからそうだよ、ちょっと待って、もうしばらくして。え、壁方の絵が5万で売れるんだよ、うん、ってことはまず壁方に価値がないと意味ないわけじゃん。うん、1枚でそんな喜怒哀楽すごいよ、あーちゃん一番アートを体験してるのはあーちゃんなのかもしれないよ。え、1枚でそんなに一喜一憂できるのが羨ましいよ、僕は。あーちゃんなんて何に才能もない。あーちゃん、さっきまでめちゃくちゃ楽しそうな話してたのに。ピアノも半端、歌も半端、モノマネも半端、何もかも半端、何にも長けてない。あーちゃん、大丈夫だよ。あーちゃんのものを欲しがる人なんか誰もいない。あーちゃん、いるよ。ふうくんとポンスがいるでしょ。あ、ウィーンウィーンカキウィーンニカ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 ウィーンニカニカウィーンウィーンニカニカウィーン。あ、コキ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 ピコ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 チョリン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 チョリーす。こうやってさあちゃんはテンションでごまかしてるけどさ、あーちゃん結局何も磨かれてない。なんだよお前、なんなんだよ。こうやってアートは人のいろいろの知らない部分を引き出してくれるんだね。そう、アートの良さが分かったよ。この人の名前を、この人はなんていう名前なんだ。スタティックアラベラって書いてある。どっちが名前か分からない。あとでちょっと調べてみよう。きっとでもスタティックっていう作品名で書いてるのがアラベラって人だろうね。